中国のレアアース産業で最近多くの企業で業績が落ち込んでいることが分かりました先日発表された下半期の業績予想によると中国貴土集団北方貴土集団厚生有色金属車アモイタングステン車などの企業はいずれも業績改善が見込めず純利益の減少が予想されています中でも中国貴土集団の純利益は 昨年同期比の82.6%から87.85%の減少が予想されています。北方軌道集団は67.48%から65.56%、厚生有色金属者は43.89%から49.23%、さらにアモイ・タングステン社は92.58%から94.8%の減少が予想されるということです。 中国メディアによると今年に入ってから中国国内のレアアースの市場価格は下落傾向にあり需要も減っているといいます業界内の分析筋は需要不足と供給増が今年レアアース価格が下落した主な要因だと見ています一時期中国共産党は他国へのレアアースの輸出を制限しそれによって世界のレアアース価格が高騰しましたしかし中共のこのこ動きが 欧米諸国に中共のサプライチェーンに依存する危険性を認識させ供給を他の国に求めるようになりましたそのため中国のレアアース輸出が急激に減少し中国のレアアース企業の収益が大きく影響されることになったのですイギリス政府が19日突如5カ国に対しイギリスへのビザなしの入国許可を廃止すると決定しましたこれに先立ちイギリスの機密情報部 MI5 は、中共のスパイに対して、これらの国の国籍を購入することで、イギリスにビザなしで入国し、最長6ヶ月間合法的に滞在することが可能などと示唆していました。今回、ビザ免除が廃止された国はそれぞれ、ホンジュラス、ドミニカ、バヌアツ、ナミビア、東ティモールです。イギリスタイムズ紙19日の報道によると、内務省は、 中共に協力する何人かの中国市民が他の国々を経由してイギリスに侵入している証拠を得たためビザの制限措置を取ることを決定しましたイギリスのブレイバーマン内務大臣は19日ホンジュラスをはじめとする5カ国の国民はイギリスに入国する場合も通過する場合もビザを申請しなければならないとする文書をイギリス議会で発表しました関連規則はロンドン時間の19日 午後3時ににににに発行行しししままた中共によるるアメリカ政府に対すすハッキング行為が日に日に拡大していますウォール・ストリート・ジャーナル紙20日付の報道によるとニコラス・バーンズ中中国大使とダニエル・クリテンブリンク国務次官補の電子メールアカウントも被害を受けたということですこのハッキング攻撃により少なくとも数十万件のアメリカ政府関係者の電子メールが漏えいしたと報じられていますなお アメリカ国務省は関連する詳細に関して開示を拒否しスパイ行為について調査中だと述べています先週アメリカマイクロソフト社は中共のハッカーが5月中旬に政府の電子メールアカウントにアクセスしアメリカ政府機関やその他の顧客から電子メールを盗んだと発表しました当時 ASEAN 首脳会議に参加していたアメリカのブリンケン国務長官は中共の王毅外交官に対し ワシントントはハッカーに責任を取らせると直接、警告しましまた。中国の広西チワン族の男性玄国医さんがこのほど父親の玄報国さんが交通事故で亡くなった後、病院から臓器提供を強要された一連の出来事について語りました息子の国医さんによると父親は元国有企業の従業員で会社が倒産した後は 時々権利を主張するための陳情活動を行っていましたそのために国家安全部の監視対象でした父親の報告さんは2021年1月に交通事故で頭部を負傷し入院中に一時昏睡状態に陥りました目覚めた後は意識がはっきりとしていて自分の病歴を明確に説明できたといいますしかし数日後報告さんは突然気管を切開され 目は開いているものの意識がない状態が続き ICU に送られました病院側は原因を究明するのは不可能として家族に臓器提供を要請しました病院側は臓器の提供を検討するなら赤十字は私たちの医療費を免除するだろうと言いましたそれは一種の強括のようで強制的に臓器を売らせるようなものです国医さんによると 意識がない父親は医療用テープで目を覆われ、医師の説明では、角膜を保護するためだということです。中国では、死ぬ時に体が不完全な状態で死ぬのは良くないとされています。父は事故で亡くなり、ただでさえ私たちにとっては突如として訪れた悲しみなのに、その状態の一部を失うなど考えられないことです。そのため、臓器提供は拒否しました。 集中治療室での治療費は1日1万元約20万円で家族が臓器提供を拒否すると医師はさらに薬の量を増やし治療費が増えました長期的な治療計画を立てなければならないが費用は医療保険が適用されず自費負担の必要があると述べたということです後から私はおかしいと思いましたもしかすると父は本来は助かったはずなのに この生体臓器収奪と赤十字という非常に手慣れた組織のせいでこのような手段で私たちに臓器提供を迫ってきたのではないかと思います国威さんは2019年六四天安門事件の追悼のために香港に行く計画を立てたとして競輪市の公安に逮捕されました国威さんは父親の件があってから中共のファールンゴン学習者に対する生体臓器収奪を全面的に信じたと話しています 7月20日は私のニュージーランドに来てからのつまり新しい人生の最初の誕生日でしたそして父親の身に起こったことに対して初めて声を上げた日でもありますこのような日にファールンボンを支持する活動に参加すべきだと思いましたアメリカ議会は26日未確認飛行物体 UFO に関する公聴会を開きました 米軍関係者の複数の目撃証言からアメリカ政府は前世紀から地球外生命体の存在を知っていた可能性があることが明らかになりましたホワイトハウスからの中継ですこの公聴会は外部からも大きな注目を集めており何人かの大物 UFO 目撃者を招いていますその中にはアメリカ海軍に10年以上勤務していた元パイロットがおり彼は 自分のの飛行機かからわずか50フィート約15メートト約メル先のに遭遇したと語っていますもう一人の目撃者は14年間アメリカ空軍に勤務した元情報将校でアメリカ政府はおそらく1930年代には I was informed, in the course of my official duties, of a multi-decade uh, UAP crash retrieval and reverse engineering program. Biologics came with some of these recoveries. Yeah. Um, were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program. アメリカ上院議員は UFO を含む UAP といわれる未確認航空現象に関する記録の機密指定を解除する法案を提出しています。NTD ジャパンがお伝えしましまた